こんにちは。音速パソコン教室の講師を務める初谷です。今回は仕事の効率がアップする30分エクセル基礎講座の3日目をお送りします。よろしくお願いします。さあ、それでは3日目、売上表を完成させていきましょう。まず、2日目の最後に上書き保存をした、この売上表のエクセルファイルを起動してください。さあ、3日目はグラフを作成していきますが、その前にこの表の合計欄を作って、 いきましょうではまずこの H3 のセルをクリックして選択しますそして合計と漢字で入力をしますそして次に4月の売上から9月の売上の合計をこの H4 のセルに入力をしたいのですがその場合はどうすればよいかというと自動的に合計してくれるオートサムの機能を使いますオートが自動サムが合計するという意味ですね オートサムはどうすればよいかというとこの標準ツールバー上にあるこのマークこれがオートサムのボタンですがこちらの右の下矢印をクリックしますそうすると合計、平均、データの個数、最大値、最小値などさまざまな値を求めることができるということが分かりますね今回は合計を求めたいのでこの合計をクリックしますそうするとここからここまでを合計しますか という合計の範囲をが提示しててくれてるんですね。もしこの範囲が正しければそのまま Enter キーを押しますそうするとこのように合計を求めることができましたではこの合計の欄の数式を確認してみましょう H4 のセルを選択しダブルクリックをしますそうするとご覧の通り4月の売上から9月の売上までを合計していることが確認できましたねでは、 計算式を確認している状態から逃げるためにキーボードの左上の ESC と書かれてある e s c p キーを押してくださいでは次に原価の合計を求めましょう H5 のセルを選択をし同様にこの標準ツールバージョンの AutoSum のボタンを押します合計をするのであれば右の下矢印を押す必要はありませんもうこのマークの上をクリックをしますそうするとまた Excel が合計の範囲を提示してきますもし このエクセルが提示してきた合計の範囲ではなく自分で範囲を選択したければ例えばですね4月のあらり駅から9月のあらり駅までを求めるのであればこの4月のあらり駅である B6 のセルをクリックしっぱなしにしてグーッとそのまま右側にマウスを移動しそしてこの9月のあらり駅の G6 のセルまで来たらクリックボタンを離すというように自分でマウスでドラッグして選択をしますただし今回は原価の合計を求めたいので この4月の原価である B5 のセルからそれから9月の原価である G5 のセルまでマウスのカーソルを引っ張って選択をし直してくださいそして Enter キーを押しますそうするとこのように原価の合計を求めることができました試しにこの H5 のセルを選択しダブルクリックすると 4月の原価から9月の原価までの合計を求められていることが分かりますねではエスケープーを押して計算式を確認している状態から逃げておきますそして次にこの粗利益の合計を求めたいんですがこの粗利益の合計を求めるときにはこれまで行ったオートサムをもう一度行う必要はありませんどうすればよいかというとすでにこの4月から9月の合計を求める計算式がこの原価の合計のセルに入っていますからこのまま オートフィルをしてしてまえばいいんですね具体的には H5 のセルを選択しそのセルの右下にマウスのカーソルを持っていって黒い十字に変わったらマウスをクリックボタンを押して1つ下に下げてそしてマウスを離すそうすると H6 のセルの計算式をダブルクリックして確認するとこのように値を返したいセルをオートフィルをして1つ下にずらすと参照しているセル範囲まで1つ下にずれてくれていますから 改めて4月の粗利益から9月の粗利益をオートサムする必要はなくなっているんですねではエスケープキーを押して計算式を確認している状態から逃げておきますこのようにオートフィルを使うと瞬時に表を埋めていくことができて便利ですそれから粗利益率の合計はこちらはこの H7 のセルを選択しそして半角のイコールマークを入れます必ず全角ではなくて半角ですねそして この粗利益の合計 H6 のセルを選択し、割り算マークのスラッシュ、そして売上の合計の H4 のセルを選択して、そして Enter キーを押す。これで表を埋めることができました。そして合計欄も、罫線、つまり枠線を敷いておきたいので、この H3 からですね、H7 のセルを引っ張って、そして、この、書式設定ツールバージョンのこちらの罫線、 のボタンの右の下矢印をクリックしそしてこの格子状の罫線のボタンをクリックえ、そうするとですね表を完成させることができましたではいよいよグラフを作成していきましょうグラフを作成するにはまずグラフを作成する範囲を選択します今回は4月から9月までの売上原価粗利益のグラフを作りたいので a 3のセルをクリックしっぱなしにしてグッと右下 にマウスを移動させそし,てそして選択をしたらグラフを作成するのですがグラフはどのように作成するかというとこの書式設定ツールバー上にあるこのグラフウィザードこちらのボタンをクリックしますそうするとグラフウィザード1 4分の1 という画面が出てきますちなみにウィザードとは日本語で案内のことですつまり4回案内に沿って選択をして次へを押していけば自動的にグラフを作成することができるということですねではまず今回はグラフの種類は縦棒にしそして形式はこちら 3D 効果のついた集合縦棒グラフを選択してくださいそして次へのボタンを押しますそしてグラフウィザード4分の2はこのまま次へのボタンを押して先に進みます そしてグラフタイトルのところに売上表と入力をします漢字で売上表ですねそして X 項目軸のところに角付きと入力をしますそして 3D の場合はこの縦軸は Y 軸ではなくて Z 軸になるんですが Z 数値軸のところには金額と入力をしますそして次にこのデータテーブルですねデータテーブルをクリックしてデータテーブルを表示するにチェックを入れてください そして完了ボタンを押しますそうするとこのように簡単にグラフを作ることができましたそしてこのグラフはこの大外のグラフエリアというところをマウスでクリックしっぱなしにしてグーッと左に動かすとですねグラフ自体を左に動かすことができるんですがこの左上の角を A 級のセルにくっつけるように移動させてくださいそして移動したらマウスを離しますそうするとグラフを移動させることができましたそしてこのグラフですがこの データテーブルというですねグラフの値を入力してくれているところ、こちらが今グラフが小さくて縮まってしまっているので、このグラフのですね右の辺の真ん中にマウスのカーソルを合わせ、そしてマウスのカーソルがこのような左右の矢印に変わったらマウスをクリックしっぱなしにしてグーッと右側に引っ張ります、そしてある程度横に伸ばしたらマウスを離すと。そしてこののののグラフの下の辺の 真ん中にマウスのカーソルを合わせご覧の通りの上下の黒い矢印に変わったらマウスのクリックボタンを押しっぱなしにしてグーッと下に引っ張るそしてある程度引っ張ったらマウスを離すそして大きくしておいてくださいそしてこれからグラフを装飾していくのですがグラフの装飾の仕方は簡単で装飾をしたい箇所を選択をして右クリックをすると何々の書式設定というメニューが出てくるんですねその何々はグラフの各パーツの 名称が出てくるんですけれども、とにかく書式設定のメニューをクリックして変えていけばよいです例えばこの売上表という文字を装飾したければこのグラフタイトルをクリックしそして右クリックをしますそうするとグラフタイトルの場合はグラフタイトルの書式設定というメニューが出てきますのでこちらをクリックしますそして例えばそうです、ね、フォントのタブをクリックしフォント自体を変えたければこの中からですね 好きなフォントを選びます。例えば HGP 総英格ック UB にしたければフォントを選択そしてサイズを変えたければ14ポイントにするなどしておけば良いですねそして OK ボタンを押しますそうするとこのように装飾することができますそれから今このそうですね、数値がですね大きいのでこの数値をですね小さくしたいので数値のところをクリックして そして右クリック、そうすると軸の書式設定というのが出てきますこちらをクリックし、そしてサイズをですね例えば8にします、そして OK ボタンを押す、そうするとこのように数値を小さくすることができます、それからこのようにデータテーブルの数値も大きく表示されていますのでデータテーブルの上をクリックし、そして右クリック、そうするとデータテーブルの書式設定というメニューが出てきますのでこちらをクリックし、そして例えばフォント、でサイズをですね8にしてみる。 そして OK ボタンを押すそうするとこのようにデータテーブルの数値を小さくすることができますとにかく、書式を変更したいところ、デザインを変更したいところ装飾したいところを選択をしてそして右クリックをして何々の書式設定というメニューを選択すればあとは直感的にですね、画面を触っていれば装飾をしていくことができますそれから今この四角になっている棒グラフをですね、丸の円柱にして そして更に売上の棒グラフにだけ値をですね、このグラフの中に入れてみたいんですがどうすればよいかというとこの青い売り上げのグラフをまずクリックして選択しますそうすると各月のこの売上のグラフだけが選択されるんですがそしてこの状態でグラフの上で右クリックをしますそしてデータ系列の書式設定というメニューがありますからこちらをクリックしますそして、 まずこの図形のタブをクリックしそして4番の円柱に形状を変えておきますそれからデータラベルのタブをクリックして値にチェックを入れるんですねそして OK ボタンを押しますそうするとグラフの形状が円柱になってデータラベルという値をこのグラフの中に入れることができましたで今このデータラベルの大きさが大きいのでこのデータラベルをクリックしますそうすると全てのこのデータラベル が一度に選択されますので、そしてデータラベルの上で右クリックしデータラベルの書式設定をクリックしますそしてフォントのタブのサイズを例えば8にして OK を押すそうするとこのようにデータラベルの大きさを小さくすることができますそれからさらにこの100万のデータラベルだけをクリックすると 全てのデータラベルを選択されている状態からこの100万のデータラベルだけを選択される状態にさらに絞ることができるんですねそして絞ったらですねあとはこの100万のデータラベルのこの外周をですねマウスでクリックし引っぱなしにしてグーって引っ張って離すとこのように移動させることもできますそしてあとはですねこの赤い原価の棒グラフを選択し右クリックをしてデータ系列の書式設定そして図形の形状を4番にし OK、同様に粗利益の黄色いグラフを選択し右クリックを押してデータ系列の書式設定をクリックしてそして図形を形状を4番にして OK を押すとこれで売上表のグラフは完成ですねそしてこのグラフの良いところはグラフの元になっているこの表のデータを変えると瞬時にグラフまで変えてくれることですね例えば今 7月の売り上げが400万になっていますこちらの E4 のセルを選択しダブルクリックして400万をです、ね、250万に変えてみましょうそうするとこのようにグラフも瞬時に変わるんですねそして7月の原価であるこの E5 のセルを選択しダブルクリックをしてそして原価を120万から50万にしてみましょうそうすると原価のグラフまで変わるんですね ですから、この Excel のグラフは便利なわけです。以上が売上表についてでした。それではですね、最後に上書き保存をして閉じて終わりましょう。上書き保存はこの左上のメニューのファイルをクリックし、上書き保存というところから行うことができるんですが、コントロールキーを押しながら S というショートカットを使ってもできます。今回はショートカットを使いましょう。では、コントロールキーを押しながら S を押します。 そうすると何も起きてないように見えますが、上書き保存はされています。ちなみにコントロール s の s はセーブの頭文字ですね。保存するという意味のセーブの頭文字です。では、右上のバツボタンを押して閉じて、これで売上表の作成の解説は終了です。どうもありがとうございました。